その狐、ここの角を剥がれ、その狐、一路ふらば、山崩れ、津波と。これに封じて人々、忍びの輩を集めけり。わずか一人が忍びの者、生死をかけこれを封印せしめるが、その者、死に帰り。その忍びの者、名を四代目火影と言う。 Thank you.
しかし、お前もついに下人か。ようやく大活躍する時が来たってばよ。始まりの忍法帳、ドタバタ忍者、渦巻きナルト登場。はあ、早くいろんな任務をやりてえな。あのな、大変なのはこれからなんだぞ。任務では失敗は許されない。重い責任がつきまとうんだ。お前は昔から危なっかしいやつだからな。俺は心配で。イルカ先生。うん？俺ってばもう木の葉の忍びなんだぜ。いつまでもイルカ先生に心配されてるわけにはいかねえんだ。こっからは火影への道を全力で突き進むだけだってばよ。その前に腹ごしらえしとかないとね。頑張れよナルト。いきなりの超難題、サバイバル演習をクリアせよ。そんじゃ始めようぜ。ま、そうはしゃぐな。戦闘開始。これはどうだ。最も大切なカカシの教え、チームワークを得得せよ。チームワ
なくてそんなに大切なのかよ。ま、それをこれから教えてやるよ。戦闘開始。これはどうだ。さっきやるわ。忍びの心得、移動の仕方をマスターするべし。
忍びの心得、俊敏性を高めるべし。忍びの心得、チャクラコントロールを習得すべし。畑かかしの最終試験、チームワーク全開の時。俺たちの力見せてやる。これは油断できそうにないな。戦闘開始。バカだろ。Oh!
バル大集結、中忍選抜試験始まる。全力で急ぐってばよ。起こる黒き野望、最悪の忍び、死の森に現る。俺たちは引くわけにはいかねえ。雑魚が相手だ、容赦はしない。戦闘開始。へのカウントダウン、死の森をかけ突破を目指せ。時間がねえってばよ。
本戦への最後の試験、さくらとイノの乙女対決。この勝負もらったわ。好きのんなよ、泣き虫タクヤが。戦闘開始。これだ。どう？元気です。人魚と旋風ぶつかり合う、くの一の意地。すぐに勝負を決めてあげる。暇つぶしに相手をしてやるよ。戦闘開始。Thank you.
ないわね。さすがに疲れたわね。条件達成。似た者同士の大競争、見せろナルトの修行の成果。一発で乗せてやんよ。戦闘開始。宗家と分家、同門対決、日向とネジ。ネジ兄さん、勝負です。いいだろう、現実を教えてやる。戦闘開始。はい、よっ。
砂と溢れる感情、今こそ自分の人道を貫き守り通す時。早々にあなたと戦えるなんて嬉しい限りです。戦闘開始。もっと。ノイヤ。いただきます。はい。エイトヤ。はい。なめるな。エロ仙人との手合わせ修行。俺の力見せてやる。さてさて、どの程度のもんかの。戦闘開始。
験失敗。戦闘開始。天の主従関係、ナルトとブンタの大勝負。我らガキ、わしにきっつい一撃加えられたらこぶにしちゃるけんの。俺は甘く見んじゃねえぜ。戦闘開始。やっちゃうかの。Thank you.
はどうじゃ。これはどうじゃ。ナルト必勝の誓い、本選試験ついに開幕。お前には絶対負けねえ。残念だがお前は負ける。そういう運命だ。戦闘開始。ナルト！
まだ強くなってみせるってばよ。条件達成。中忍試験の隠れた本命、 IQ200 の男、奈良しかまる。まあ、やるだけやってみるか。降参するなら今のうちだぞ。戦闘開始。激戦必至、内川佐助と砂漠のガーラ。くそ。さあ、俺を楽しませてくれ。戦闘開始。Let's go.
ける気がしねえな。遊びはこれで終わりかよ。条件達成。森をかける木の葉と砂、高速の追撃戦を制せ。全力で急ぐってばよ。せせせせせせせは爪を隠す。この葉隠れのアブラミ一族。相手がどんな奴でも舐めたりはしない。来やがれ。戦闘開始。お前の敗因は俺を甘く見ていたことだ。条件達成。暴走のガーラ、
木の葉の森の激闘を始まる。お前の正体を見定める。さっきの続きだ。始めるぞ。戦闘開始。当然の結果だな。条件達成。狂気と恐怖、渦巻きナルト対砂漠のガーラン。やってやるってばよ。来い、すべてねじ伏せてやる。戦闘開始。Yeah.
ってみせるってばよ。条件達成。混乱渦巻く試験会場、木の葉崩しの影の激闘。お前を捕まえて尋問させてもらう。できますかね、あなたごとき。戦闘開始。ここだな。戦闘開始。次はこい。決めるぞ。さよならだ。この無双の超激戦、師匠と弟子が分かつ時。木の葉が来ればわしが守る。またあなたと戦えるなってね。何？全てを守ってみせる。条件達成。
面白い、面白いぞ、渦巻きナルト。まさかここまで俺を楽しませてくれるとはな。だが、これで終わりだ。なんだ本当の恐怖を教えてやる。ナルト忍法帳大開封の巻。でけえ、これがあいつの正体。お前もその仲間も全部ぶっ潰してやる。俺の大切なもの。開始。そうか。消えないよ。
なぜだ、なぜこいつはこれほどに強い。あの一人ぼっちの苦しみは半端じゃねえよな。お前の気持ちはなんでかな、痛いほどわかるんだってばよ。けどもう俺には大切な人たちができたんだ。俺の大切な人たち傷つけさせねえ。なんでお前は他人のためにここまで。一人ぼっちのあの地獄から救ってくれた、俺の存在を認めてくれた大切なみんなだから。大切な、そうか、だからこいつは強いのか。お前とラーメン食べたのは久しぶりだな。うん。前の騒動やじいちゃんの葬儀とかいろいろあったしね。イルカ先生、なんで人は人のために命を懸けたりするのかな。両親、兄弟、恋人や里の仲間たち、自分にとって大切な人たち、互いに信頼し合い助け合う、ずっと大切に思ってきた人たちとのつながり、そしてそのつながった糸は時を経るに従い太く力強くなっていく。理屈じゃないのさ。その意図を持っちまったやつはそうしちまうんだ。大切だから。うん、なんとなく俺にもわかるってばよ。でも
死ぬのは辛いよ。三代目だってただで死んだわけじゃないよ。ちゃんと俺たちに大切なものを残してくれてる。いずれお前にも分かるようになるさ。うん、それもなんとなく分かるってばよ。さてと、そろそろ行かねえと。遅れるとさくらちゃんにまた怒られるし。もう時間か。次の任務も頑張れよ。おう、そんじゃまたね、イルカ先生。ああ、里を守ろうとする強い意志。三代目、あなたが教えてくれた火の意志はどうやらちゃんと受け継がれているようです。木の葉についたその小さな火種はやがて強く大きく燃えて、またこの里を照らし守るのでしょう。いつの日か新たな火影となって。漆黒迫る石雲、風雲級の新時代到来。これは本気出さないとまずいな。果たしさ、あなたには消えてもらいます。戦闘開始。それでは、いつでもどうぞ。それでは、締めてやるぞ。やれないよ。条件達成。
あれってばすげえぜ。任務成功。
始まりか。行くぜ。開始。あれってばすげえぜ。任務成功。よう。よ
よう。助太刀の青い猛獣、珍獣と怪人の超絶バトル。青い猛獣の力を思い知るがいい。ただ単なる、すぐに削り取ってあげましょう。戦闘開始。オリア消してるよ。オリア取っ詰めてやるぜ。いかに加勢してやる。取っ詰めてやるぜ。Let's go!
エロ仙人との腕試し、驚愕、落胆、成長試験。本気出していくぜ。やる気だけは一人前だの。戦闘開始。運命の開口。あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。今お前などに興味はない。戦闘開始。いつでもどうぞ。
その能力は伝説級、本領発揮のガマ仙人。お前らはわしが始末する。相手にとって不足はありませんね。戦闘開始。ほら、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 仕方だ。螺旋団への第一歩、チャクラコントロール、マスターへの道。さあ、行くぜ。ティオット
伝説の医療忍者、再会の綱手姫。もう謝ったって許してやんねえからな。本気を出すまでもないな。戦闘開始。こいつはいつ。負けられない大博打、螺旋丸会得を目指せ。さあ行くぜ。
実力だい。目覚めた綱で怪力無双の剛腕炸裂。でもねえ、お前らは今ここで潰す。あなたとやり合えるなんて光栄ですね。戦闘開始。忍法を突き押しよう。うっ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 。呼んでくださいね。ものがある。条件達成。約束を守り通す力、渦巻く真術、螺旋丸炸裂。お前は絶対倒す。出しゃばるなら容赦はしないよ。戦闘開始。
綱手、邪魔をしないでくれ。この子だけは絶対守る。なぜ三人ともあろうあんたがそんなガキを命がけで守ろうとするの。この葉隠れ里を守るためよ。里を守るため。なぜならこの小さなガキはいずれ火影になるガキだからね。何をバカな世前事を。それに火影なんてクソよ。バカいがやりゃしないわ。火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。歴代のホカゲたちは木の葉の里とそこに生きる者たちを守り、乱世を治め里を繁栄させるというその理想、その夢に命を懸けた。私も命をかける。バカめ、こんなガキ一人のために投げ出す命ならそれ相応にさっさと散れ。綱で、ああ、さあ決着をつけるわよ。火を手につける術。伐木の大熱戦、天地揺るがす三人の力。始めましょうか。三人と呼ばれるのもお限りだ。戦闘開始。俺様を倒せると思ってるのか。それ、それ。楽しませてちょうだい。デシネンさん。うわあ。どうした。マッドスーツだ。行くよ。あ、お前の行くよ。
げられるかしら。てめえ、食うぞ。くれ。重いの行くよ、ヘトレ。逃げても戻る。何がおかしい？綱でお前に直してもらわずとも、私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。何だと？この歯は必ず潰してあげるわ。その時また会えるといいわね、我が同志。綱でジライア。それではまたいずれ。逃げたか。
ちゃんがほかげやんの？なんだ、不満そうだの、ナルト。だって、三代目のじいちゃんと比べるとな、気性が荒くてわがままっぽくて、その上、金にルーズで陰険でバカだし、ちゃんとやっていけんのか、心配になってくるってばよ。よく言った。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから五代目になる私だ。ちんちくりんのガキ相手に本気もないな。ガキが来てバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかはほかげになる。なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派なほかげにな。あ！さて、それじゃあ帰るか。この葉隠れの里に。来る蛇の影、焦燥に揺れし内川の門。戦闘開始。緊急招集、鹿丸招待、内川佐助を奪回せよ。
音隠れとの戦闘開始。運命をかけた二人の戦い。ここから先へ進ませるわけにはいかない。俺は使える。残念だ。こうなったら無理やくさせてもらうぜ。そこか。化粧を変えて。甘いな。これを本気にする。そこか。漂う深き森、激戦、激闘、総力戦。厄介な相手だが、やるしかねえな。お前たちなど、僕の敵ではない。戦闘開始。俺は見えたぜ。僕の
ほとばしる赤き劇場、高速の森を駆け抜けろ。逃がさねえ。任務成功だってばよ。任務成功。よう。溢れる赤き力、ナルトとキミマロ激突の時。戦闘開始。ほら。旋風切り裂く青い野獣、ロックリー魂の戦い。
闘開始。そこだ。残念。いただきます。そこですね。そこですね。そこですね。ほら。はい。そういや。いただきます。えいや。はい。えいや。このままでは俺は疲れる。の借りを返すとき。お前は俺がやる。全てはオロチマル様のために。戦闘開始。決戦者の前だ。手が悪かったな。条件達成。警告に響く方向。ナルトとサスケ、運命の戦い。オロチマルのところには行かせねえ。邪魔するって容赦はしないぜ。
闘開始。交錯する二つの思い、つながりをかけた友との決闘。知ってるか、ナルト。一流の忍び同士なら、拳を一度交えただけで互いの心の内が読めちまう。お前は甘いな、ナルト。どうだ、お前には本当の心の内が読めたか。この俺の。じゃねえか。お前は本気で俺を消すつもりなのかよ、サスケ。でもそれでもなんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。浮かんできたところを狙い撃つ。これで全ては終わりだ。なんだ。ナルト、この皆つかは何だ。お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前をオロチマルなんかやらねえって言ってんだ。
そこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。つながり。だから俺はお前を止めるんだってばよ。をつけようぜ、ナルト。戦闘開始。これでどうだ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。
ナルト、俺は遅かったか。間に合わなくてすまなかったな、ナルト。お前のことだ。必死だったんだろ。サスケ。もう体はいいのか？エロゼニ、今日はお前に大事なことを言いに来た。大事なこと？これからわしの正式な弟子として3年間でお前を一人前にする。それってば、本当か？本当に修行をつけてくれんの？ああ。やっ、よし、俺ってばガンガン修行して、それから絶対サスケを。ただな、サスケのことはもう忘れろ。サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。あいつを連れ戻すとか考えてるならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるか。遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃ生きづらいのが現実だ。わかったよ。そうか。賢いっていうのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。ん？一人でも、もっとすげえ術編み出して、そんでサスケは絶対助ける。お前みたいなのが一人でやっても、どうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。何？だがバカはバカでも大バカならなんとかなるかもな。修行覚悟しとけの。じゃあの。